トニー・ファーガソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州、オックスナード出身。チームでスクラッチ所属。元 UFC 世界ライト級暫定王者。UFC 世界ライト級ランキング7位。ザ・アルティメット・ファイター13優勝。メキシコ系アメリカ人として、カリフォルニア州、オックスナードに生まれ、白人の多いミシガン州で育つ。 子供の頃は耳の大きなメキシコ人などとからかわれいじめの標的にされていた。高校時代はレスリング、野球、アメリカンフットボールで活躍。24歳から総合格闘技の練習を始め2008年にプロ総合格闘技デビュー。2011年リアリティ番組ザ・アルティメット・ファイターのシーズン13に参加。ブロックレスナー率いるチームレスナーに所属。 トーナメント1回戦で、ジャスティン・エドワーズ、2回戦で、ライアン・マグキリブレイを共に小勝ちで下し、準決勝では、チームメイトのチャック・オニールに TKO 勝ちを収め、決勝進出を果たした。2011年6月4日、ザ・アルティメット・ファイター13フィナーレで行われた、ウェルター級、トーナメント決勝で、ラムジーニ・ジェムと対戦し、左フックで 1RKO 勝ち。 トーナメント優勝を果たし、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2011年9月24日、UFC 本戦初出場及び、ライト級転校初戦となった UFC135 でアーロン・ライリーと対戦し、1R 終了時にライリーの顎の負傷による TK を勝ち。2012年5月5日、UFC オン・フォックス3でマイケル・ジョンソンと対戦し、 0から3の判定負け。この試合中に腕を負傷してブランクを作った。2013年10月19日、1年5ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC166 でマイクリオと対戦し、ダースチョークで 1R1 本勝ち、サブミッションオブザナイトを受賞した。2014年5月24日、UFC173 でキクノカツノリと対戦し、 右ストレートで 1RKO 勝ち。2015年2月28日、UFC184 で、グレーゾンチバウと対戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年7月15日、UFC ファイトナイト、ミア VS、ダフィーでライト級ランキング9位のジョシュ・トムソンと対戦し、3から0の判定勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年12月11日、ザ・アルティメット・ファイター22フィナーレで、ライト級ランキング6位のエジソン・バルボーザと対戦し、ダース・チョークで一本勝ち。3戦連続で、パフォーマンスオブザナイトを受賞するとともに、ファイト・オブ・ザ・ナイトも受賞した。2016年7月13日、UFC ・ファイト・ナイト。 マクドナルド VS リナッカーでランドバンナータと対戦。1R は、バンナータの打撃に苦戦し、スピニングバックブローを効かされハイキックで、コスン前まで追い詰められるも、2R にダースチョークで、逆転の一本勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。2016年11月5日、UFC ファイトナイト、ドスアンジュス VS ファーガソンで、ライト級ランキング2位のハファエルドスアンジョスと対戦。 1R は劣勢だったものの、2R 以降は、長いリーチを生かしたパンチとふくらはぎへのローキックで、構成に転じて3から0の 5R 判定勝ち。3戦連続で、ファイトオブザナイトを受賞した。UFC 世界暫定王座獲得2017年10月7日、UFC216 の UFC 世界ライト級暫定王座決定戦で、ライト級ランキング7位のケビンリーと対戦。 1R 終盤にマウントパンチで追い込まれるものの、2R 以降は、試合のペースを握り、3R 終盤には、スタミナ切れを起こしたアリーに三角締めを極めて一本、ガチ。暫定王座獲得に成功した。暫定王座剥奪2018年4月7日に、開催される UFC223 の UFC、世界ライト級王座決定戦で、 ライト級ランキング2位のハビブ・ヌルマゴメドフと対戦予定だったが4月1日に行われた大会前のメディア集中インタビューの最中にスタジオのケーブルにつまずいて外側側腹副人体を断裂不傷欠場が決まり暫定王座を剥奪された2018年10月6日 UFC229 でライト級ランキング8位のアンソニー・ペティスと対戦 ニアールにパンチでダウンを奪われるも、すぐに立て直して、それ以降は、打撃でペティスを圧倒し、ニアール終了時に、ペティスの右手負傷により、コーナーストップで TK を勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。2019年6月8日、UFC238 でライト級ランキング4位の、ドナルド・セラーニと対戦。ストライカーのセラーニを相手に、 スタンド勝負を挑み、2R 終了後に、セラーニの右目が塞がり、ドクターストップで TKO 勝ち。2戦連続で、ファイトオブザナイトを受賞した。2020年5月9日、UFC249 の UFC、世界ライト級暫定王座決定戦で、ライト級ランキング4位のジャスティン・エジーと対戦。2R 終了直前に、右アッパーでダウンを奪うが、スタンドの攻防で、 全体的に劣勢となり、5R 終盤にダメージの蓄積により TK を負け、暫定王座獲得に失敗し、自身の連勝は12でストップした。破れはしたものの、3戦連続で、ファイトオブザナイトを受賞した。2020年12月12日、UFC256 でライト級ランキング7位のチャールズ・オリベーラーと対戦し、 グラウンドの攻防で終始圧倒される絵から3の判定負け。キャリア初の連敗を喫した。2021年5月15日、UFC262 でライト級ランキング9位のベニール・ダリウスと対戦し、グラウンドの攻防で圧倒される絵から3の判定負け。3連敗となった。打撃と寝技ともに優れたオールラウンダーでスタンド。 グラウンドに関わらずエルボーを多用し、寝技において、今なりロールを用いて、足関節を狙ったり、打撃を効かされると、ローリングを使って、ペースを立て直すなど、独特なスタイルを持つファイターである。さらに、常に動き回るファイトスタイルにも関わらず、スタミナ切れを起こすことがなく、豊富な運動量による独特なテンポの動きと、型破りなスタイルで、相手のペースを乱して、 試合を自分のペースに持ち込む。ありがとうございます。